今日は横浜市子も植物園に来てみましたどんな植物が見ごろを迎えているのか見ていきたいと思います現在の園内の見どころはご覧の通りになってまして山百合、馬百合、ニュートンのリンゴの木となっているみたいですこちらが馬百合です思ったより色がついてなくてですね花も黄緑色な感じでした 少し歩いたところで蜂の巣みたいなのがあってちょっと怖かったですアジサイもまだ咲いてましたひまわりもあったんですがもう見どころは迎えてしまってたようです園内にはぶどう園もあってぶどうが実ってきてて美味しそうでした本当はこの果実園のところにニュートンのリンゴの木もあるはずだったんですけれども ちょっと見つからなかったです山よりもあったんですけどちょっと動画撮ってくるの忘れちゃったので静止画でご紹介しますバラ園もありました園内で一番色鮮やかなところだったと思います温室は南国育ちの植物が多かったせいか面白い植物が多かったです ということで、子ども植物園でした。緑が多くて、素敵なところだと思います。初動画作品、完成バイバーイ